はい、皆さんこんにちは。こちらは新型クラウンクロスオーバー RS アドバンストの内装になります。今回ご紹介するのは最近のハイブリッド車に搭載されます、こちらのシフトレバーですね。エレクトロシフトマチックの使い方を紹介していきたいと思います。最近のハイブリッド車ではこのようにですね、電子制御式のエレクトロ操作マチックとなっております。指先で簡単に D にしたり R にすることが簡単に行える操作レバーとなっております。この使い方をですね、実際に車両を使って紹介していきたいと思います。はい、それではトヨタのハイブリッド車の一部に採用されていますエレクトロシフトマチックの操作方法を紹介していきたいと思います。まず使い方としては、まずエンジンがかかった状態で使っていきます。まずエンジンをかけていきます。まずこちらのエレクトロ操作マチックについて紹介したいと思います。まずこのシフトレバー操作を行いますと、信号がコンピューターに送られ電気的にシフトチェンジを行いますので、とても軽い力で操作を行うことが可能となります。これがエレクトロ操作レバーの特徴になります。今までのようにこうシフトをこうガチャガチャっと動かすこともなく、基本的にこの軽い力で操作をすることが可能になります。基本的には、こちらの丸のボタンに常に戻るように設定されております。まずこの丸に戻るというのを覚えましょう。それでは各機能を紹介していきたいと思います。まず一番大事なのがこちらの P になります。 P とはパーキング、駐車停車するときなどにこちらを押してパーキングにします。こちらを押しますと、車両にロックがかかり駐車することが可能になります。エンジンを切るとき、エンジンをかけるときは必ずこちらの P のボタンにしておきましょう。続いてこの R ですね、これはリバースと言いまして、バックするときのボタンになります。 R に選択すると、ギアがバックギアに入り、車をバック後ろに後退させることができます。続いてこちらは N になります。こちらはニュートラルといって、もしもの時の車を動かす時などに使うニュートラルになります。こちらはパーキングのようにロックはかかりません。続いて走行する時に使うのがこちらの D というドライブのモードになります。 P から D にすることによってドライブ、車を運転することが可能となります。そしてこの M というモードは、こちらはマニュアルといいまして、マニュアル車のように任意に例えばギアを切り替えて走行することが可能。エンジンブレーキなどを使用したいときにこちらのマニュアルモードにしていきます。続いてエレクトロシフトレバーに連動してメーターにも表示されるので確認してみましょう。はい、こちらがクラウンのメーター内になります。今現在 P の位置にありますので、メーターに P となっております。まず D にしてみます。 D にしたらこのように D と表示されます。続いてバック東方です。このようにオレンジになりバックになります。 N の時はこのように緑色の N のマークに切り替わります。そしてマニュアルモード M の時はこのようにマニュアル1と、なって、マニュアル1速であることを確認することができます。はい、それではこちらのエレクトロシフトマチックを実際に使って皆さんと一緒に操作していきましょう。まずはじめにエンジンがかかった状態で、P ですね、車が P であることを確認して、まず最初にすることはブレーキを踏みます。必ずブレーキを踏んで操作しましょう。ちなみに新型クラウンの場合はブレーキを踏みますと、こちらのデジタルメーター内にこのようにストップランプが点灯しますので、ブレーキを踏んでいることを確認することができます。必ずブレーキを踏んで操作しましょう。はい、それではドライブにしていきましょう。まず P の位置からドライブモード、ドライブを選択してみましょう。まずブレーキを踏んだ状態でシフトレバーを右にします。右にして下にしたらドライブに切り替えることが可能です。もう一度します。ブレーキを踏んだ状態で右にして下にすれば、このようにドライブに選択することが可能です。ドライブにすると車を前進させることが可能です。ドライブからこちらのマニュアルモードにしたいときは、こちらを下にするとマニュアルモードに
選択することができます。マニュアルモードにしますと、メーター内にはこのように M1 と、今停車中ですので M1 となっております。走行中には、こちらがですね、任意の例えば3速とか4速でありますと M4 とか M3 のように表示されます。意外と知らない操作方法として、このマニュアルモードから D に戻したいとき、初めて操作するときはわからないと思いますが、こちらの矢印通りに操作してもらえると操作が可能です。 M から D に行うときは右にして下にしますと D に切り替えることが可能となります。そしてパーキング、駐車したいときはこちらの P というパーキングボタンを押してください。押すだけでパーキングになります。メーターもこのようにパーキングに入ります。マニュアルモードの時でも P にするときは P を押すことで一発でパーキング、駐車モードにすることができます。これは基本操作なのでぜひ覚えておきましょう。オートマチック車の場合はこちらをドライブにするだけでマニュアル操作をするようなことはなく、オートマチックで適度なギアを選択し走行することができます。注意点としてはアクセルを踏まなくても前にゆっくりとクリープ現象といって進もうとします。進みたくないときはですね、しっかりブレーキを踏み込み車両が動かないようにしておくことが必要ですので、動かすときは必ず先ほども言いましたが、ブレーキを踏んで操作をしてください。はい、続いてこちらのエレクトロシフトマジックの意外と知らない機能、こちらのニュートラルという N のモードですね、こちらのニュートラルにする場合は使い方としては、D の状態でこの矢印の通りに右にすることでニュートラル N に入ります。このニュートラルというのは簡単に説明しますと、エンジンから、タイヤに対する、駆動力をカットし、ギアがつながってない状態にします。つまりニュートラルにしますと、タイヤは回りませんのでアクセルをいくら踏んでも車を動かすことは不可能な状態になります。アクセルを踏んでも空ぶかしの状態になります。マニュアル車の場合はこちらのニュートラルというポジションで停車をするときに使用していましたが、オートマチック車になってからは基本的にこちらは使うことがなくなりました。ただどうしても故障などをしたときニュートラルにして車を牽引してもらうときなどにこちらを使用することになります。使用しないとしてもニュートラルの仕方は覚えておきましょう。使い方は D のポジションから右に名護押しでニュートラルになります。ニュートラルの場合でも駐車P にしたいときはこの P のボタンを押すだけでパーキングに入ります。続いてマニュアルモードの操作方法を説明していきたいと思います。マニュアルモードはこちらの M というモードになります。まずドライブの状態で下にしますとマニュアルモードに変わります。マニュアルモードになりますと、このようにデジタルメーターに M1 とか、走行中でありますと、その時走っているギアの3速であれば M3 とか表示されます。操作方法はクラッチ操作などが必要はありません。シフトノブや、パドル操作で、操作が可能となります。新型クラウンクロスオーバー RS アドバンストの場合は、操作方法はハンドルの左右にパドルシフトが搭載されております。減速したいときはこちらでシフトダウン、シフトアップしたいときはこちらでシフトアップしていきます。これがマニュアルモードの操作方法になります。通常モードに戻したいときはこちらの矢印通りに操作してください。操作方法がわからなくなった場合はこちらの矢印を見てください。 M からドライブにするときは右にして下にするとドライブモードに切り替えることができます。もう一度やります。 M から D に戻したいときは右にして下にするとドライブモードにすることが可能です。はい、ということで今回は新型の、ハイブリッド車などに搭載される、エレクトロシフトマチックの操作方法を、新型クラウンクロスオーバーの、実際に車両を使って紹介しました。皆様いかがだったでしょうか。この動画が少しでもいいねと思っていただけたらな、いいねボタンをよろしくお願いします。改めてもう一度復習してみたいと思います。まず、操作の仕方、ドライブにしたいときはまず P の位置を確認してブレーキを踏んだ状態で右にして下にしますと
ドライブにすることができ、発信することができます。バックするときは、これを上にしますと、後方です。バックモードに切り替わります。そして駐車したいときは、こちらのボタン、P というボタンを押すことによって、パーキングに入れることができ、駐車することができます。はい、正しい操作方法を覚えて、安全なドライブをしていきましょう。はい、ということで今回は新型クラウン RS アドバンストの、実際の車両を使って、シフトノブの、操作方法を紹介してきました。またですね、いろいろな動画を作成していきたいと思います。こんな動画が見てみたいとかありましたら、コメント欄からよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。